はい、こんにちは、田村海佐です。今日はオーシャンサイドに来ておりまして、で今賑わっております。ビーチにいるんですけども、賑わっております。ハーバーっていうポイントが右にあるんですけど、それよりもちょっと左の河口寄りのところでサーフィンしております。まあ、今ひなこちゃんの、コーチングセッションやってたので、まだ見てない方はぜひチェックしてください。で僕がこれからサーフィンしてこようと思うので、今ひなこちゃん着替えに行ってるんで、それの街です。今これ場所を取っとかないと、こう隣にテント立ったりとかし始めてまして、後ろにもテント立ってて、今カメラのこの撮るポジションを取っとかないと、いきなりここの目の前に、この前のところにいきなりテント立ってたりとかするんで、ちょっと怖いんで今場所取りをしております。というわけで稲子ちゃん待って、僕も着替えて準備していきたいと思います。はい、というわけで着替えてきたので、今からセッションしていきたいと思います。どうすか、波は。波はでも思ったより風も、あ、ね、思ったよりちょっと温泉吹いてるけど、思ったより食らってないし、人も少なくなったし。そうだね、ちょっと減ったね。スローそうやけど、でも来たら良さそうだから、海佐くんなら南を見つけれると思います。乗りまくるしかない。なんかここのオーシャンサイドはなんか日本の久下沼とかなんか一宮とかそういう感じの波に感じるけど、どうだった。一宮よりはインサイドがないかな。久下沼の波めっちゃいい時の、超人いない時みたいな。久下沼ってこんなんなんや。でも全然波が割れてくるスピードとかこっちの方が速い。もっと久下沼の方が遅くてふにゃふにゃしてるけど、なんか見た目はこんな感じに見える。パワーもないし。パワーはない、なかったですね。ここ入るの3年、4年ぶりぐらいなんで、まだ1ラウンド目フィーリング感じて、そう、ボードもここで使うの初なんで、シャープアイのスワローがどんな感じか、試していきたいと思います。ラージですか？ラージ。もう、この板軽いんで、ラージで多分いける気がします。なるほど。まあ、一応上がってきて、ひなこちゃんの感じを聞いて、それでちょっとミディアにコミュニティもできる。あ、了解です。はい、いってらっしゃい。海佐くん1ラウンド目入水です。乗りまくってます。はい、今日はハーバー、オーシャンサイドのハーバーの方で、場所で言うと右側かなでやってます。朝は人結構いたんですけど、この時間帯まず人減ってきてめちゃくちゃ減りました。今ここには海佐くんともう一人しかいないし、面は意外と綺麗で風吹いてるんですけど、でも朝入ったんですけど結構パワーなくて、カリフォルニアで一番波がない、一番パワーがない場所でした。今日はカリフォルニアにしては珍しく曇り模様なんですけど、で、風も吹いてて少し肌寒いから、私はレギンスとシャツ、長袖シャツなんですけど、海水浴の人はたくさんいます。あまり天気関係ないのかな。結構オーシャンサイドはビーチクルーズしてる人がすごい多い気がします。テントも大きいの立てて家族でみんなチルしてます。こっちがハーバーの中での右側、多分一番端っこかな、あっちが。私はあっち入ったことないんですけど、まだ波は軽そうで、何人か入ってますね、人は。結構
ハーバーは全体的に波が垂れ目なのかな。でもずっと波が大きくてできなくて、波が下がってやっと今日ハーバーで入ることができました。私はさ、この正面、大佐くんが今座ってるこの正面がちょっと左で、もう何回この左辺でも乗れるみたいです。こうやって波が結構緩いので、こう少し長い板、ミッドレングスとかソフトボードとかロングボードとか緩い波なので、初心者から楽しめそうな場所ですね。インサイドではスクールが繰り広げられてます。最高ですね。スクールには流れもなくて危なくないし、綺麗なのバレてくるからサイドも走れるし、おー、いい波乗ってる。ずーっとゆるーく乗っていきます。ボートで波が崩されてヨロヨロして、波は鼻胸ぐらいかな、サイズは。まさくん、クラウンドに上がってきました。遠いけど、この辺にいるんですね。お疲れ様です。まさかのことが起こりましたね。何？世界チャンピオンが入ってます。え、やっぱり？デスーザ？あ、やっぱりですよね。俺それに動揺してリリーバックサイドこけちゃったあれ？と思って最初分かんなくて、みたいな感じで、みたいな感じでやってて、海でバックサイドこけたっけ？これ？うん、撮って、2発。あー、あれ？めっちゃ見られるから誰だろうと思って乗ってる時に、あ、デスーズじゃん。やっぱりなんかブラジリアンっぽい人がおるなって思って。今乗ってる。この辺にいるんですね。あれじゃない、試合があるから、CT がメキシコがあるから、その調整でやってる。全然分かんなかった。普通のおじちゃんかと思ったいや、なんとなくブラジリアンっぽいなと思って。でもなわけないかって思って、気づいたらオーラ感じ始めた波どうすか？たまにいいの来る？いや、セットは少ないです。少ないよ。あの、体がね、うん、難しい。ラージどう？ちょっと重い。なんかあのレフト何本か前に乗った、セット？セットっぽいやつのサードターンぐらいは良かったですけど。つけばいいのかも。なんかやっぱ軽いとスピードがつかないから、このスピードさえつけば結構いい感じ。スピードがつけやすいかどうかじゃないですか。なんか喋ろうと思ってたことがさ、全部チャンピオンいたから飛んじゃったんですよこんなところでも練習するんだって、ね、あの人はやばいです。ワールドチャンピオン取った次の日にトレーニングしてるっていう神的存在、努力の意味で世界チャンピオン取った人。僕もリスペクトしてます。はい、そうなんや。一緒に勝手にセッションしていきます。いってらっしゃい。かさくん2戦止め、元世界チャンピオンとセッションです。
羨ましい。やはりデスーザだったんですね。入っていくときになんとなくそうかなと思ったんですけど、まさかこんなオーシャンサイドのハーバーで入ってるとは思わず、ラッキー。インサイドはファミリーで盛り上がりを見せています。セットが来ました。着替えたアウトが遠くて、私は3分ぐらいかかりました。波が緩いので食らったりはしないんですけど、なんせ意外と岸からアウトまでの距離がある。おお、かわいいライディングや。お昼になって風が降ってきました。少し風が強くなってきて、撮ってる私もちょっと肌寒いです。入ってるとこの左側のレフトがよく見えるんですけど、今は誰も入ってなくて、このライトとレフトが形よく見えるんですが、意外と軽いのかな。みんなこの正面で入ってます。カイサ君もデスーザも。デスーザは結構有名なエピソードがあって、パイプラインの試合の前の日、前の時、お金が自分がなかったからなのか、後輩にペアを使わせてあげるためかちょっと忘れたんですけど、人のお家の玄関で寝てたっていうエピソードがあって、彼の家は特別お金持ちでもないので、結構ハングリーに努力していたっていう話を聞いたことがあります。本当努力の賜物ですね。その後ワールドチャンピオンになったんで、そんでブラジリアンで初めてのワールドチャンピオンは確か彼だったと思います。その後に、ガブリエルとかイタロとかがチャンピオンとして続いて、今はもうブラジリアンストームって言って、すごいもうブラジリアンが常に上位に食い込んでくれるようになったんですけど、その引き付け役になったのはその彼らだと思います。結構波がスローです。かわいい。何これ鳥？ドローン？変な動きしてる。
近くに接並ってきました。スーザさん決めてる？あんまり、なんか私的に右はないと思います。結構右におったから。あ、正面か。もうちょい左の方がいい。行くなら左かな、右より。なるほど。左のあのレフトか。でも全然行ってなくて、今やっと来たけど柵は結構少ないですね。一瞬止まったよね。はい。なんかあそこはなんかシャバシャバでずっとターンできるから、ロングライダーできるけど、もうフェイスないね、先が。こういうのとか。こういうのだ。でもこれも変わらないよな。なんか当てて走りたいんだけど、結構波の上には腹ぐらいあるんだけどさ、スープはももぐらいしかないんだよ。で、スーザさんでもやっぱいいの言ってるけど、なんか順番守ってくれる。いいの乗ってる。乗ってない。乗ってる。うん。そう見えるけど。決めてない。まあリエントリーいいの2本にぐらい決めてるけど、なんかそんなリップバンバンバンみたいな波じゃないから。そうだね、今日はまあ流してやるのって感じだ。こんなに激しくやるゆるーくなんかこうふわ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 ってなんかこう泡みたいな。普段やってる波とはちょっと違ってゆるい波だから、ちょっと日本っぽいって日本っぽいかも。日本のいい波って感じ。千葉南のちょっと温床入った波、いい時みたいな感じかも。ちょっとうねってんね。もう一ラウンドちょっとやっていきます。今うねってますね。はい。千葉君最終セット、この正面に来るセットのいいレフトを狙うようです。今は波来てないんですけど、おじいちゃん貸しよくしてる、かわいい。ちょっと人が増えてきました。家族一番ピークにいます。いつもお昼になったら晴れてくるんですけど、今日はお昼になっても雲がかかって曇り模様です。Never noticed. Can't get back on. Girl, I miss you. Can't get back on. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood person.めっちゃいい波乗ってる。かわいいすぎる。あ、すごいロングライディング。おー、見えなくなっちゃった。おお、すごいロングライディング。隣に10人ぐらいの大家族が来て、ちょっと左、最後まで取れなかった。あ、うねりが入ってきたような。私が入っている時、すでにもうカイソ君がどこで撮ってるのか分からなかったんですけど、もう今は絶対に私がどこにいるか分からないぐらい私の周りに人がたくさんいます。こういう時はポジションを大きな建物にしとくのがおすすめだと思います。
風が入ってきました。上がってきました。スーザは去年、今年ぐらい、2年ぐらい怪我で休みしてたんですけど、今年ツアーに戻ってきました。また CT の試合で彼が見れるのは楽しみです。波が止まってしまいました。でまた人入って、カイサ君ほぼ一人、ここ貸し切りです。あー見えない。ササ君最終セット終了です。取れた、ギリギリやばいことちょっと伸縮されかけてるんですけど、ほぼ伸縮されてます。やばい、ゴープロだと分かんないかもだけど、大変なことになった。もうだアウトだったからちょうどよかった。ちょうどよかった、はい、すごい、やっぱオーシャンサイドのグッズ人気だね。すごいですね。なんかインサイドがさ、なんか腰ぐらいの深さのところがさ、30メートルぐらい沖まで続いてるから、あ、泳ぎやすいんだよね。確かに安全だしね、カレントもないし。逆にサーファーもあの30メートルぐらいの距離超きついよ。ようやくスープが出るから。遠いですよね。遠い。結構来るとなおさら。でまあ今のラインがなんかミドルぐらいの最初にポコポコって乗れたんで。はい。デスルザさん終了した。もう上がっていきました。はい、いいの乗ってた。うんうん、まあなんかさりげない流してたと思って、うん、今日はそんないきなり練習で本気になんないもん。そうなんだ。でもあの人マジすごいからね、海めっちゃ入るし、超練習するし、超トレーニングする。へえ。なんかもう体、ここがもう超でかく分厚いですよ、ドラム缶みたいな。ドローン飛んでました。あ、ドローン飛んでた。あ、そうですよね。チャンピオンだじゃん。チャンピオンっぽいですよ、ね、チャンピオンクラスになったらカメラマン絶対来てくれる。うん、まあでもちょっと軽いけどなんか練習になりました。どうすかフィーリング、そんななんか悪くないかなって何本かこのセッティングでもいいかもと思ったんですけど。あ、ポケットがあれば変わるかね。そうですね、もう少しうまく言えないけど、もっとヒットできるセクションに持っていけたら良さそう。ああ、さらに、うん、スピードはなんか思ったよりラージの割には出るから、うん、ちょっと波が軽いけど、そんなに悪くなかったかな。なるほど。チキンデラここ、はい、Thank you。 一緒じゃん。私はボールです。ボールだ。まさかプレートでしょ。何が違う？全部になってるのとバラバラになってるのとか。ちょっと何か違うのか分かんない。あと味噌スープが、あ、プレートだから味噌スープに変えたということで。なるほど。今日はジャパニーズもどき風ジャパレスみたいな。ジャパレスっていうのかな。来ました、食べましょう。はい、はい、というわけで今日はオーシャンサイドでサーフして
ランチしてっていうセッションでした。まあまさかのワールドチャンピオンがサーフィンしてるということがあって、なんか勝手にセッションできたので良かったです。ブラジルのワールドチャンピオン取ったエドリアン・デスーザは本当に最後最終戦のパイプマスターズの時に、誰とだっけな、ミックかなんかと競り合って最後勝ったのかだっけ、覚えてない、やっぱ覚えてないけど、もう本当にひたすらコツコツ積み重ねて本当に努力でワールドチャンピオンを取った人ということで、なんかみんなにもリスペクトされていて、本当にあのみんなからも慕われて、人柄も良くて、なんか僕なんかでも挨拶してくれるようないい人で、なんか本当にいいセッションができたので良かったです。というわけで今回のオーシャンサイド編は終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた方はあのいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。